アツモリソーアカサイプライペデオディは卵化植物の分類群の一つ。いずれも袋状の新弁を持つ点が目立つが、それ以外にも独特の構造がある。アツモリソーアカは、アツモリソ属、パフヨオペディルム属、フラグミペディウム属、セレニペディウム属、メキシペディウム属の5属からなる。その花の外見はほぼ共通しており、また、卵化中でも独特で、 いずれも新弁は大きく膨らんだ袋状となる。このような花形は他のランカでは類例が多くない。それらを含め、ここに虫を誘導して出口を通る時に花粉を持たせるような花粉媒介のための装置となっており、中媒上としての高度な適用と考えられている。ただ、この類はこのような点だけでなく花の基本的な構造においても独特であり、古くから 薬島ア赤と共にそれ以外のすべての卵化植物と区別して別群とされた。分布は熱帯域から寒帯域にまであるが、隔離分布的である。これに含まれる四属は、その分布域でもほぼ区別できる。一属を除いて、古くから干賞用として重視され、特にパフィオペリルムは四太陽卵の一つとして数えられる。ただし分布の限定的なものが多く、 卵核による現象が有料される例が少なくない。また、洋卵の増殖に用いられるメリクロン法が成功しておらず、そのために未だに希少価値の高いものも多い。この類の花は何よりも袋状の新弁が目を引く。厚森草の名も外島の日本産の種の丸く膨らんだ新弁を幌に見立てたものである。学名においてもパフィオペディルムなどの後半はペデロンに由来し、 これは、サンダルのことである。英名でも例ですスリッパーズ、あるいはスリッパーオーキットなどと呼ばれる。なお、袋状の新弁が、食虫植物を思わせるため、食虫卵などと言われたりするが、そのようなことはない。ホテアツモリソ層中央に、随中の構造が描かれているほとんどは、地上性で、パフヨオペディルム属にごく少数の着生種がある。花の形には共通性が大きい。 外貨避3枚はいずれも開きがちで、速報の2枚は往々に融合して、新弁の背後を覆うようにつく。側下弁は横に伸び、新弁は下垂して円が上に伸び、バケツ状内紙は巾着状など、はっきりと袋状になる。しかし、分類学上では、より重要な特徴として、お寿司べとめしべの配置がある。一般に、 卵化は3個のおしべと1個のめしべを持つ祖先から生まれたとされ、普通の卵化植物ではそれらが融合して随柱を作るが、この類ではそれらの融合が不完全である。また普通の卵では3個のおしべのうちで、外側の1個が残って随柱の先端に位置し、あとの2つは退化するのに対して、この類では、おすしべのうち、内側の2個が残り、これが、 メシベの基部の両側に位置する。そして、先端の上側には、カリオスシベがあり、その下面に中等がある。また、卵化の花粉はまとまって、花粉界を作るのが普通であるが、この類では、花粉界にならず、せいぜい粘液質によってまとまるだけである。それ以外の特徴は、変異があり、属の区別は、脂肪の数や、果実の様子、あるいは葉の出てくる様子などによる。 多くは、常緑性だが、厚森相続のものは、火力性である。パフィオペディルム属とフラグミペディウム属は、茎が短くて葉を根室状に出し、家計を立てていじ、数輪の花をつける。厚森相続は茎を立て、数枚の葉をつけ、時に葉は耐性状になる。セレニペディウム属は、非常に背が高くなり、少輪の花を数輪つける。メキシペディウム属は、 フラグミペリウム属にごく近い。この花の袋状の新弁は中媒毛として昆虫に花粉媒介をさせるための適応的な構造である。花に来た昆虫がこの袋状の新弁に落ち込むと容易には脱出できない。しかしながら新弁内側の基部に向かう面は細かい毛が上向きに生えており、生のぼりやすくなっている。ところがこの部分の蓋をするように、 随柱が伸びているため、ここを通るときに、下向きの中東の脇を通り抜け、その基部の左右にあるおしべのそばを通らなければならない。したがってこの落とし穴を抜け出す際には、昆虫は花粉を体に付着させ、次に、同種の鼻に落ちた際には、抜け出すときに中東に花粉を押し付けることになる。ただ、実際の花粉媒介の状況については詳しくは、わかっていない。知られている限りでは、 アツモリ相続のものは、花鉢類、パフィオペディルム属とフラグミペディウム属では、花炙類である。あとの2属では、全くわかっていない。この赤に含まれる4つの属は分布もそれぞれに、異なっている。温帯のアツモリ相続以外は全て熱帯産で、アツモリ相続がアゼンキタクに、パフィオペディルム属が、東南アジア、あとの2属が、熱帯アメリカに分布と、 新旧大陸にわたる隔離分布となっている。アフリカとオーストラリアには分布がない。この分布に関して前川文夫は彼の古赤道分布説を当てはめて説明している。彼の説は過去の赤道沿いに植物の新しい分類群が出現し、その後の赤道の移動により、熱帯域から離れた地域では絶滅し、今も熱帯域である地域にのみ取り残されたと考える。 それにあたる分布域は東南アジアと中南米になり、これがパフヨオペディルムとフラグミペディウムセレニペディウムであるとする。また、厚森相続については赤道の移動につれて北半球の温帯域に移動した分布域で体幹性を獲得して生き残り、その後に北極を囲むように分布域を拡大した結果であるとするものである。この説は他でも紹介されている。 この類には干渉価値の高いものが多く、特にパフィオペディルム属は4対陽卵の一つに挙げられる。しかし、その分布域の狭い種が多く、卵核によって野生株の減少が著しい。この点は他の陽卵も同じであったが、無菌波種とメリクロン法の普及により大量繁殖が可能になり価格が大きく下がった。しかし、この類は、 メリクロン栽培ができないもので人工繁殖もはかばかしくなく未だに有料株が高価に取引される実態がある。そのため種の保全を象徴する花として1993年に京都市で開かれたワシントン条約締結国会議の記念切手のデザインにはパフィオペディルム属のものが使われた。ただし無菌発種は可能になりつつあり普通のものについては ある程度以上普及している。また、これによって資源の保護が図られるようになった例もある。例えば、ペルーで2002年に発見されたフラグミペディウムコバチーは、その直後から無菌波種が行われ、それによる種苗が各国に輸出され、原産地の保護が図られた。蒸気のように、一般の卵化のものと大きく異なる特徴があるため、この群を 厚森層家として独立させる扱いもあったが、現在では、分子系統の上からもランカに属するものであることが確認されており、薬師マ島卵赤と本赤を除いたそれ以外のすべてのランカに対して、姉妹群をなす。四族の中では、セレニペディウム族が最も原始的で最初に分岐したものと考えられており、次に、厚森層族が、そしてパフィオペディルム族とフラグミペディウム族はごく、 禁煙とされる。以下の4族に、計120から130種が知られる。ありがとうございます。